ハドスイスメズは、ドイツ、カールスルーエ出身のヘビメタルミュージシャン。テクニカルデスメタルバンド、ネクルファジストの中心人物。1975年11月28日に、カールスルーエで、トルコ人の移民とドイツ人の間に生まれる。10歳頃から、デスメタルを中心とした音楽を聴き始め、カーカス、デス、エントゥームド、カンニバルコープス、モービットエンジェル、ノクターナス、 他に、イングベイ・マルムスティーン等をお気に入りとしていた。14歳の頃、後のファーストアルバム、オンセット・オブ・ピュートレファクションの原型となる歌詞を書き始めたが、当時は、カーカスにインスパイアされていたせいか、ゴアかつダークなものだった。15歳の頃、曲作りやギターを演奏したいという願望を抑えきれなくなった。しかし、彼の両親は、彼がギターを始めることを禁止していたため、 仕方なく彼は自分の金を兄に渡して自分の代わりにギターを購入してもらいそれを譲ってもらう形で念願のギターを手に入れたそのギターは父に発見され破壊されてしまったものの彼の情熱をくじけさせるまでには至らなかったギターを始めた最初の3年間は毎日耳コピーしながら独学で練習し続けたそのせいか彼のギターソロスタイルは ハーモニックマイナースケールの使用、スイープピッキングなどのレガートな奏法など、イングベイからの影響が見られる。1992年、書き溜めていた楽曲のレコーディングの準備が整うと、同時にネクルファジストを結成。ベーシストの書いた一曲を除いて、他はすべてムハンマドが、すべての曲と歌詞を書いた5曲入りのファーストデモをリリースした。ムハンマドは、作曲を続け、 18歳頃には、ファーストアルバムの、オンセット・オブ・ピュートレ・ファクションの全楽曲はすでに、完成していた。以降、ネクルファジストの中心人物として、活動を続ける。ネクルファジストでは、ボーカリスト兼ギタリストとして活動しているが、ファーストアルバム、オンセット・オブ・ピュートレ・ファクションでは、ムハンマド以外のメンバーが揃わず、ベースも演奏し、ドラムマシンのプログラミングもいった。また、 ネクロファジストのほぼ全曲の作詞、作曲を担っている。さらには、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニアとして、アルバム制作に携わっており、ミキシングなどを行っている。また、レーゲンスブルク出身のブルータルデスメタルバンド、コモングレーブのセカンドアルバム、ディーヒューマナイズドのプロデューサー、ミキシングエンジニアとして、アルバム制作に携わった。トルコ語での読みは、スイチュメズ、 ありがとうございます。